聖パイシー・ベリチコフスキーの肖像聖教会における長老は、聖教会において精神的に優れていると認められ、精神的指導を行う年長者。新品でもある者も,もいれば、新品ではない者も,もいる。歴史的には、ロシア聖教会において発展した制度であり、同教会で言及されることが多いが、セルビア聖教会、ギリシャ聖教会、ルーマニア聖教会など、 他の地域の聖教会にも、長老と呼ばれる人々の系譜が、現代まで連なっており、ギリシャ語では、ガンマローメガニューと表記される。日本聖教会約聖書で、スター列に対応しないものに、長老との訳語が当てられているケースもあるが、本校では、スター列に対応するものについて詳述する。長老とは、修道院で、精神的指導にあたる。 年長の修道士を指すことが多いが、稀に修道士ではない者も、も長老とされることがある。また、新品に除去をされずにこの任に当たっているケースもある。代表的な長老としては、ザドンスクのティーホン、パイシー・ベリチコフスキー、サロフのセラフィムなどが挙げられる。精神的指導の源流は3世紀前後のエジプト、シリアにおける砂漠の性質地に求められるが、特に、 ロシア正教会において18世紀に長老性が発展した。これは政務会員によって統括されたロシア正教会が公直化し、正王化に正教会の伝統が脅かされる中で精神的な指導を仰ぎ救えようとした人々の望みがロシア帝国内に後半に存在し、既存のヒエラルキーにとらわれない指導者が求められた事情が背景にあった。ドストエフスキーの カラマーゾフの兄弟に登場する長老ゾシマは、この任にあたる人物として描かれている。ありがとうございます。